で、医学部って私立で学費が高い方が偏差値が低い。歯学部になるとですね、偏差値低いんですよ。もう定員割れしてるんじゃないかっていうぐらいのところもあるぐらいなので、学費だけバカ高いんですよ。やっぱり私立の歯学部だけあって、結構みんなね留年するんですよ。で、学費で稼いじゃってるっていうところがあるんですよね。で、私立の歯学部に入った人の学費まで税金で払わないといけなくなっちゃうんですよね。医学部、歯学部に関してはね、やっぱり上限設けないといけないんじゃないかなって思いますけどね。